はい、サポートの町脇くん、はい、結構いろいろあれですか、緻密に計算してスケジューリング立ててあれですか。そうですね、一応藤川さんが知りたい情報を調べて、はい、リサーチして、でディスカッションして行くところを決めながらやってます。はい、もうじゃあ、北アルプスも半分以上も終わってると思うんですけど、はい、ここまでやってみてどうでしたか。そうですね、僕あと明日で交代なんですけど、終わりぐらいになってやっと調子が出てきたような感じです。わからないものは洗い物で、わからない。富士県何座目ですか。多分48座目、多分。北アルプスは常念岳来ましたね。一ノ沢登山口ですね、比叡平です、はい、でこれから常念岳ということで、はい、今日は私も同行しますからね。ちょっと追いたいと思います。追えないと思うんですけど、ちょっと疲れてるもんね。疲れてないですね、そんなに、ね、結構意外と調子いいんですよ。はい、お手柔らかにお願いします。ついてこなかったら振り切りますんで、うん、はい。でもついていけなかったら待っててください。じゃあ頑張ってください。はい、頑張ります。では常念岳不明山行ってみます。はい、っす。もうぶっ続けで40何座やってる人のスピードとは思いません。信じられませんよ。飲み物は何ですか。シャツのあれです。シャツのエレクトロライト、はい、レモン味、ちょっとイタンさんですね。あるおぉ、すごいですね。来た来たおぉ、これはすごい。槍もよく見えます。あー、すごいですね。あっちは昨日はあそこにいたらしいです。大キレットから北方、奥方と。ちょうどですね、24時間前の、うん、昨日の24時間前、あの槍の先のちょっと下ぐらいにいた。次はこの常念の山頂のここから滑ろうとしたら